24年間の自分への革命、プロレスへの思いを胸に最後のリングであります。5人の選手、長州力引退試合、各20分一本勝負を行います。中心カンナーライガー、ライガーも初めて長州との激突。長州力、最後のコールを受けました。長州力、長州ギブアップしました。飯塚隆のアキレス腱固めに悲鳴を上げました。さあ重心サンダーライガーとやります。やらなければいけない5人掛け、長州が負けを喫しました。形から入るプロレスが大嫌いな長州、バリサバリから入ってまいりました。重心サンダーライガー、バリバリの現役と引退していくレスラーの違いというものをはっきり見せてやると、まさに涙も血も涙もない状況のですねコメントを語ってくれました。そういう意味でも今日の重心サンダーライガーの戦いぶり、マスさんご覧になっていかがですか。情け容赦ないですね、情け容赦ありませんよ。長州に戦うのは力ないですよ。しかしバックドロップ、もう立てないですかね。強烈バックドロップ、最後の力を振り絞っての長州バックドロップ。もうこの長州のバックドロップもなかなか見ることができません。もう最後なんです、もう最後です。重心サンダーライガーとのこの戦いが最後です。翼さんいかがですか。いや、こういう厳しい試合になることをね、あえて臨んだね、5人掛けに臨んだ、やっぱり長州ね、天下の長州力らしいですよね。そうですね。さあ、あえて長州をトップロープに置きました重心サンダーライガー。もう息も絶え絶えも長州。さあ5人掛けの最後はどうなるんだ。なだらしきのブレンバスター、プロレス全体を巻き込む大変な存在になってまいりました。24年間の歴史の中で、おー、長州が飛んだ。この長州の気迫、長州プランチャー。燃え尽きようとしてるんですかね、やっぱりね、全てを出して長州。さあブレンバスターはできない、ブレンバスターはできない。さあ重心サンダーライガーが果敢に申し込んでいく。しかし足を取った、足を取った、あーっと、これドラゴンスクリュー。もう膝もボロボロなんです、首もボロボロです。肉体はまだまだできる、そう言っていた長州力ですが、しかし長州力、肉体も本性もボロボロ、精神的にもかなり苦しい状況に追い込まれている。さあそこで選んだ道が一体、最後の最後、さあこのブルーのマットの上で長州が散るのか。イヤフォーレグロック、イヤフォーレグロック、その腕でディフェンスを取っています長州力。長州の最後、さあ長州がしっかりと反転しまして、今度は長州が有利になりました。フィアフォーレグロック、足4の字固めであります。それから24年間、誰もできない激動の24年間です。一度新日本プロレスを去りました、ジャパンプロレスを起こしました、あの全日本のリングにも上がりました。このリングシューズは何でも知っています。この白いリングシューズが最後の見納めでいきなりやった。さあ決まったか、これを返す重心サンダーライガー、重心サンダーライガー、これを返してまいります。さあ怒りの表情、長州力自らのアップで振って、もう一回いきなりやった、体がぶつかる、体ごとぶつかる、3つ入ります。ありがとう。僕は戦いたい人がもう一人います。ヒロムド戦いたい、新日本プロレスと響きもジュニアとすげえと、そのすげえジュニアの最前線の人間と最後はやりたい。重心サンダーライガーザファイナル、レジェンドが集う一夜限りのドリームタッグが実現。おお、すげえっていう試合で終われればなと。 1.4 のメインは
G1 覇者イブシコータ VS IWGP 王者岡田和親。いつまでもあなたじゃ面白くない。レッスルキングダム14東京ドーム。